この組み合わせほんまに好き。絶発ミニガン。ほんとにすごい。横から。また横にダマいるな。一応覚えておくか。おお、リテール来てんね。しかも今回のリテールはホットスポットです。最も熱い場所です。ホットスポットマジで強いからドローン落としまくりたいよな。紫ブートが反対に出る。お手軽すぎるぜ。爆発物だったぜ。スローレ上から白折り。じゃあ相手のキャラ持ってる。ここやば。ひょー、熱すぎる。楽しすぎるな、この上からロケランが。いやーマジでジェットパック楽しい。角が変えれるのがね、いいよな。止まった横にね、ダマちゃんいたの覚えてるから、ちょっと取りに行くか。バスからね、ちょっと見えたよな。この辺に。あんまこの前降りてきてないから。しかも分かりにくいダマな気がする。まあ行く場所ないし、ダマでしょう。こうやってね、バスから森できるとね、見つけたり、立ち回り通過のような。まあいなかったいなかったで、ね、全然問題ないし。10パキロで早く行こう。ダッスして、スタミナ使って10パキロ。このね、エイリリースしてるとね、若干早いよな、色が。そして、ダンマー。キーピッカー。ストームクリップもある。ストームクリップは面白い武器ではあるんやが、序盤と中盤使いにくいから、終盤や、これになったら持っていこうかな。そこね。ふぅ。あれ、当たんない。マジか。やば、足元見つからへんけど、えぐすぎん。ああ、めっちゃ見せるわやけど。でも回復優先。お、ミニガンだ。うわ、欲しい。上から、ミニガンと、あ、来た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 、ミニガン。ジェットバックミニガンは最強よ。熱い。この組み合わせほんまに好き。ジェットバックミニガン何がいいかってね、角度を変えるのがね、ほんとにすごい。ミニガンってさ、同じ方向を打つとさ、大体さ敵階段も置くじゃん、まあ、それがミニガン大好きないんやけど、まあ、そこにジェットバックを加えるとね、あら不思議、角度を変えて自由に打てるんですよ。いやこれね、なんか伝えにくいな。いやまあまあ見たらわかるべ。まあでもジェットバックはね、救援物資からも出やすいし、普通に落ちてたやつから持っていけない人も多いよな。結構強いとは思えんけどね、個人的には。ジェットバックの新品はありませんか。お、来た、ジェットバック新品。熱いね。まあ絶対上は取れんよ。
うおおおお、待って待ってー上から横からよし、まあそういうことなんよ上から横からもう、まあ、たまってもんじゃんよ、やられた側は。しかも近づか、近づいたら近づいたほどかいくれるかな。しかもドッグランもあるからかなり理想的な構成。もう回復してる。でも高いからのシールカット、横からあああかんこれあかんわ。最強ミガネこれ、ジェットパックってなったらもう超広げまくぐらい。あのそういう敵に関しても、まあ、ドケラーあるからもうマジ隙がないね今。攻めの視点に入ったら、まあただミニガンの弱いところはちょっとカウンターとかできないから、先に相手に 先手打たれたら、ね、結構厳しいみたいなとこある。取り出しは遅いからね、取り出しだけ要注意だね。なんかそういう気に2人連続抜いてた。スナイパーもそら、スナイパー VS ミニガン、どっちが強いか勝負しようぜ。そうか、勝負。まずは削る。スナイパーそう簡単当たらんよ。ドークラーンカラーのミニガン、どんどん角度変えていくぜ。うわトラ先生、うちる来てる、うちる来てる、分かんなくなったら6なんよ。横から、横から、ふう、もう一旦落ち着いてね。もう上は取れんから、上に上がりまーす。よし。ブラン。ミニガン、シルファリー、いやー、このシルファーだ、やるねー対策していた、対策していた、近接、近接で俺を撃ち落としてやがるぜ。それは強敵だ。上から白、おい俺のジェットバックか、羽が いやでも貫通で終わりだ。相当してきつやろ。シロアリ、やばい、俺もしてなかった。全然いい勝負してる。
いや、おい、キンポもあるぜ。あ、村子やった。ななみいかんすもない。やばい、このサッターに決めるしかない。白だ、ここここビールよかった。チャンネル登録、ツイッターの方、ツイッチの方、よろしくお願いします。ジュチまさかの玉切れ